はい、こんにちは、翔太です。ポケモンソードシールドのシングルランクマッチやってきます。来たね、このドヒド、ラッキードヒド対ハピドヒドっていう、どう考えてもハピナスの方が強いに決まってるからね。この試合は分からせていきたい。で、多分ハピナスで身代わり残して最終的に通せば全部持っていけるから、まあ、ドヒドの毒ビシと合わせて多分それでいいんじゃないかな。で、あと1誰持っていくかがまあ問題で、ドラン投げてもまあ悪くはない。カバルドン考えると割とドランは欲しい話あるな。だ、初手ドランって投げた時にね、ウーロス初手で全部終わる。全部終わる。ランドドランハピ。ドヒドいらない話ない。ないわ、さすがに。ハピドヒドは確定どう考えても。エスバーいるから。ってなると、まあランドドヒドハピかな。カバルドンはちょっと気合い入れよう。で、このゲーム、ラオスとエスバ処理した瞬間に僕の勝ちになるから、全然いいんだよね。トゲキから来た。トゲキから来んの？めちゃくちゃ、怪しいけどな。いや、トリックはでもできんくない？多分カバ引きとかだと思うけどな。さすがに。うん。一回引いて、カバルドンがいる。まあ、カバいるのはオッケーで。これ、ラスト次第だと、ハピナスで全部勝てる。これはまあ、とりあえずドヒドで、毒ビシ巻いてよくて、巻いてもラストがドヒドいでなら、もうハピナスで、勝ちと言っても過言ではないはずで、ひしまきに行っていい。ランドロスに投げてくるカバルドンってことはなんか、ダイアイスとか持ってそうだけどね。ラッキー。勝ちました。僕の勝ちです。申し訳ないですけど僕の勝ちです。ひし相手しかも誰も消せないから、多分カバルドンが出てこれなくて、いや、ドヒドにラッキー投げるってどういうこと？ああ、まあ、ステラ巻きたいのはまあわかるけど、気持ち的には。気持ち的にはわかるが。これどっかで、あれだなハピナス着地して、身代わり置きに行って、で、全部勝ちかな。まあ、それ考えると慎重に行きたいから、自破ケアで一回ランド投げて、相手も引いてる。トゲキ出てくる。トゲキ出てくる。でもこれだったらもう本当に、世界で一番思い通りな展開なんだよな。ここ、トゲキス突っ込んでくるなら、ハピアス受ければよくて、引いてくるんでもハピアスでいいね。トンボで。ダイマックス切りそうだけど。どう考えてもランドロス重いし。まあ、嫌なのはスカーフトリックか。こっから。引いた。カバルドン出てくる。だカバルドンこれで削るルートに入れるから、割と楽なんじゃないか。まあ、ランドがステロでちょっと削れるのはあるけど。まあ、言うてって感じはある。ハピアンス着地して。いや、技構成が見えないなぁとは。カバルドンの。まあ、身代わり張っていいんじゃないかな。カバルドン結局、死ぬから。で、ハピアンスが眠りとか麻痺もらうのだけ、ケアしてれば OK でしょ。まあ、吹き飛ばしあったらあったでいいんだけど、ないならないでも勝ちだしょ。これがね、ハピドヒドとラキドヒドの格の違いなんですよ。GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。カバウツロだね。これどうしよっかな。初手ドラン割と悪くないか。まあ、S バが最高あった場合を諦めるんであれば、
全然、全然ありではある。ドランドヒドハピーみたいな選出。まあ、なしじゃないけど、ちょっとレヒレ渋すぎるか。サンダー投げて、ウツロイド重いなぁ。ウツロイド重いなぁ。いや、でもハピで身代わり残したら、ほぼ多分やりたい放題ムーブでしょ？ってなると、まあ、ハピドヒドって投げたいかな、割と。ハピドヒドって投げて誰が一番辛いって多分。ウツロだよなさすがに。あ、まあ、ランドドヒドハピか。で、カバルドンが辛いと。相手多分カバルドンまあまあ投げたいと思うんだけど。あんまいい試合展開になると思えないな。多分ランドサンダー、ハピでいいんじゃないかな。こっちの方がいいと思う。あ、まあランドサンダードランでも全然良かったな。レヒレから来る。レヒレから来る。相手がスカーフ持ってたら僕のスカーフもバレる。まあでも何はともあれ多分サンダー着地でいいと思うけど。サンダースカーフもらうならそれそれでそんなに、そんなに悪くない。トンボからでいいよね。さすがにここ引かないと無理だから。トンボから入ってて、まあ、レヒレ側が、レヒレ側も難しい気がするけどな。まあ、トリックでドヒド出てくるとかもめんどくさいだろうし。サンダーしかいないからサンダー投げるんだけど。で、瞑想だった場合、ボルチェンして、まあ、ハピで、そっから処理する感じで。まあ、全部見せることになっちゃうけど、まあ、型次第では受けれないと思ってるレヒレを処理できるならまあいいかな。あと持ち物次第かなぁ。まあ、スカーフトリックは全然いい。波乗り。一番いい形でサンダーが、盤面に来れたのでは？まあ、一旦羽だね。引いて、まあ、うつろ出てくると思うけど。ああ、そうだよね。レヒレ、殴るやつっぽいけどな。あんま耐久型に見えなくて。ここハピアンス引きで。ハピアンス引いて、メテオビーム、飛んでくる。強っ。ショックはまあ大丈夫だから、卵からでいいね。で、ここダイマックス切ってもいい。僕はステロか。ラスト誰かめちゃくちゃ気になるな。身代わりでいいね。エスバとか出てくるのにも一旦ケア効く。オッケーで、これでウツロイドもメテオビーム怖くないから、エスバ裏にいる。ピアス身代わり張れる。こうなってたら誰で詰めんのがいいのかな。まあ、でもハピナスで S 番削ればハピナス通るから、そのルートでいいかな。こことりあえずトラータ打って S 番削るのと、なんか引ければ美味しい。火炎ボールなんか引いてほしい。また S 番の攻撃技全部命中不安だから、外しあるからね。弾トラータ通る。
なんか引け。なんも引かない。でもエースバーン削れてるのはシンプルにでかくて。ここね、ダイアタックちょっと打ちたいかな。ランドロス引きで。僕そういう立ち回り嫌いだから。フリータイムダイマックスで解決しようとかね。正気の沙汰じゃないからね。一回ランドロスに丁寧に引きます。まあ、膝かダイマック切ってるかだけど。まあ、威嚇入るのがでかいかな。ボール。強っ。でもこれは、多分、ランドロスの自信一貫してるから、ランドで、詰めれるんじゃないかな。相手はまあスカーフケアするかどうかみたいな。まあ、レヒレ投げた時点でスカーフって分かってるんだったら、まあまあまあそうなんだけど、うつろ切ってきた。うつろ切ってレヒレ着地かな。おそらく。また、あそこまで削れてるエースバンだから、最後、僕サンダーで大魔切ればいいと思うんだよね。うつろいなかったおかげで、サンダーめちゃくちゃ通るし。レヒレ。ランドロス、まあまあ残してもいい。あ、でもステロで死ぬか。8分の1。8に16。あ、ギリギリ耐えるね。ただまあ S 場のフリーとか考えると、多分切っていいんだよな。ああ、オッケー。ランド残しの線がね。ただまあ S 場ここまで削れてるから、サンダーで大魔切って多分いける。アタックあっても。オッケー。いやー。こんな感じで、ゲームできてるとき一番楽しいけどね。読み合いがなんかちゃんと行われてるみたいな。いやでも相手からすると、僕のことを、なんだこの外人って思って試合してるかもしんないけど。これは GG ですね。オッケー。2連勝、お疲れっす。GG。